ではどうぞ。失礼します。お願いします。今宵も一人の志願者が己の野望を胸に捉えと挑む。まずご経歴をどうぞ。はい。土橋一樹36歳、東京都在住。最終学歴は大学卒業で、現在は株式会社アスギズの代表取締役を務めております。今回の希望金額と出資形態を教えてください。希望金額は1000万円で、出資形態は投資または融資でお願いいたします。あなたが思い描く未来の姿は、月1回1時間1万円で身だしなみを整える、身だしを全国に展開し100億円企業を作る。令和の虎、その思いを金に変えろ。オール・オア・ナッシング、新しい未来をつかみ取れ、キャッチ・ザ・ファンド。それでは土橋さんの簡単な経歴をお願いします。はい、大学を卒業しまして、その後 SII に就職しました。で、4年半ほど働いた後に26歳の時に今の会社を起業しました。で、メインの事業がメンズ脱毛サロンなんですけど、今10期目ですね。10期目でして、全国に17店舗すべて直営で今、運営しております。あとは鹿児島で、レイロールジムというジムも併設してまして、それは1店舗やっています。で、あとポーカーが趣味なんですけど、本土新宿の方でポーカーのレンタルルームっていうのもオープンする予定です。じゃあ今回の簡単なビジネスプランを教えてください。はい、現在は脱毛サロン1本でやってるんですけれども、男性の身だしなみとか見た目に関する新しいサービスを始めて、かっこいい男性をどんどん増やしていこうということで、みだしというサービスを作ります。こちらが具体的なサービス内容と料金になるんですけど、脱毛以外にもホワイトニングだったりとか、眉毛のスタイリングだったりとか、あと鼻毛のワックス脱毛で、手の小指の脱毛とか、あとネイルケアなども、総合的に行って、効率的に、サービスを提供して、1時間で全てのサービスを受けていただけるようなサービスを考えております。はい、ということで、実績ももうある中で、今回その引っ越す、新しくその新宿のアルタのところに移動するにあたって、新しくこのことも混ぜていくっていう意味合いで、ミダシというのが加わる形でよろしかったですよね。はいはい、大丈夫です。はい、ちなみにあと補足でなんですけど、ラウンジグループ代表バン中村、堀市サロン経営から喧嘩バトルロワイヤル主催、令和の虎司会までバズりの法則を持つこの男、ブレイキングダウン賛成を起爆剤に、持ち前のバイタリティであらゆる業界に牙を向く、志願者へと語りかける。今宵俺とぶつかり合うのはあんたでもいいよ。ちなみにあと補足でなんですけど、これは医療系っていう意味合いの認識でご説明した方がよろしいんですか。はい、一応私たちがやってるのがエステ脱毛というものになっていて、やはりちょっとよく聞かれるというかのが、やっぱ医療じゃないと効果ないんじゃないかみたいな話があると思うんですけど、僕はそんなことがないと思ってまして、僕ら今10年やってるんですけども、効果なければそんだけ続けられないっていうところもありますし、なんで効果が出ないと言われるかというと、やっぱり脱毛って結構歳入障壁が低いので、そういった中で簡単に始められて、あまり脱毛器とかを選定せずに始めてしまう方がいて、そういう方のサロンに行ってしまうとやっぱり効果が出なかったりするんですけど、そういったところでうちはオリジナルの脱毛器を使ってやっていて、実績もあるんですけど、やっぱりちょっと百聞は一見にしかずじゃないんですけど、ちょっと早いんですけど、実際にうちで受けていただいた方に聞くのが一番いいかなと思っていて、もしよろしければご紹介したいんですけど。あいつですか。はい。サンプルとしてお見せしたいってことでよろしいですか。そうですね。はい。一応うちの脱毛サロンで、じゃあ前例として脱毛サロンなのに長袖長ズボンで来てない。ああ、なるほどね。ひげ脱毛ですね。はい。虎の方たちがどういう判断をするかわからないけど、じゃあ一旦お見せいただいて、はい。はい、お願いします。手短にお願いします。はい。ユニフォームが気になる。はじめまして、ピン芸人元高校球児の初代梅ちゃんです。気をつける。そういう感じで。あります。すみません。こんにちは。もう谷本さん怒っちゃってる。マジでうざいですね。で、一応月1回から2回のペースで1年半ぐらい通っていただいて、ちょっとこれがビフォーアフターになるんですけど、はい。ちょっと僕の友人で一番濃い方を呪術つなぎみたいな形で探して、梅木さん来ていただいて、そうですね、はい、っていう形になります。はい、で一回このレイロールさんに行く前に他のサロンさんに行ったことがあるんですけど、その時全然効果感じられなくて、こんだけ濃かったんで、正直諦めてたんですけど、このレイローさん出会ってから、先ほどの月1回2回ぐらいで約1年半通わせていただいて、で他のサロンに比べてやっぱ痛みがないって言ったら嘘になるんですけど、耐えられるぐらいの痛みで、その逆にその痛みがめっちゃ効いてるなっていうふうに感じられましたし、どんどん減っていくのが実感できたんで、本当にもうやってよかったなと思いますし、このぐらいの時期は本当に1日10分から15分ぐらい毎日剃って、で夜になったらまた濃くなって、で次の日また起きて剃ってっていうのは本当にそれがストレスになってたんですけど、やっぱり通ってからこんだけ綺麗になって、今も月1回剃るか剃らないかぐらいになれたんで、本当に脱毛って素晴らしいなと思いますし、もっと早くからやっとけばよかったなって思ってます。やらせ感がすごい。そうですね。1年半でこれなんですよね。はい。1年半でいくらぐらいかかってるんですか？一応僕はモニターでやらせていただいたんで、モニター価格で。でも月1万だから15万ぐらいでいけるってことですよね。一応、見出しというサービスの前に今、レイロールっていうのをやっていて、そこで通っていただいてるので、大体1年半、2年ぐらい通って20万円。ちょっとぐらいな形。いや、僕もヒゲ脱毛やってるんですけど、動画を制する者がビジネスを制す株式会社サンエイト代表取締役竹内浩一。物を売るな、顔を売れ。押して押して押しまくる、その勢いはまさに天然ブルドーザー。どんな逆境も笑って吹き飛ばすメディア戦略のアイデアマンは、志願者の可能性をどこまで引き出せるのか。僕もヒゲ脱毛やってるんですけど、僕20歳ぐらいの時にやったんですけど、なんかやっぱタイパで考えると、本当に1日5分、1週間で35分、1ヶ月だと2時間ぐらいを10年で換算した時に、費用対効果ってめちゃくちゃいいと思ってるんですよ。以上です。ファンデーション塗ってるわけじゃないですよね。あ、もう何も塗ってないです。ツルツルだな。はい。まあ、とはいえ医療じゃないんで、はい、1ヶ月に1回ぐらい剃らないといけないっておっしゃってたんで、完全にはなくならないですよね。僕もエッセイで脱毛とかもさせてもらってて、自分でねお店をやってるんで分かるんですけど、完全ゼロにはならないですよね。そうですね、完全にゼロは難しいですけど、まあ、元から比べるとかなり薄くなって、そういった手間も楽になるのかなというところです。まあ、一番いいのは林と君が一番いいんですけどね。あ、そうですよね。でもデザインヒゲの方もねいらっしゃる。はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すみません。ちなみに今もうすでに脱毛サロンされていらっしゃるんですよね。はい。そこで使ってる機械ってピー入れてもいいんですけど、何使ってます？ブリリオっていう自社で開発したマシン。自社で開発。はい。それは OEM じゃなくてですか？まあ OEM に近いんですけど、元あるやつをある程度カスタムしてもらって自社用にしてやってるっていう形です。元の機械は何をベースにしました？っていうマシンです。はい。なるほど。で、僕はなんかそれメーカーよりもっていう方がお客さんの痛さとか体感とかもいいかなと思ったんで、うちの店舗ではそっちを入れてるんですけど、はい、それに決められた理由って何なんですか？やっぱり僕が起業する前に、もう1年ぐらいかけて、働きながらいろいろほとんど全てと言ってぐらいのメーカーに行って実際こう受けてやったところで、一番効果があったのがそれだったっていうところで、まあ、さらにそのなんだろう、自分で体験しながら、カスタムしてもらってより良くしていってるっていうような形です。で、今回のプランは見出しっていう新しいモデルを作るってことですよね。はい。脱毛だけじゃなくてメンズ専用になるんですか、これは？一応メンズ専門で考えてます。で、鼻毛、ワックス脱毛、はい、セルフホワイトニング、はい、ネイルケア、リップエステもあるんですか？そうです。リップもやっぱ唇乾燥してるとその清潔感というか、良くないと思うので、そこもこうやる予定です。で、これが月1回1時間で1万円のサブスクってことですか？はい。なんか需要ありそうな気もするって言えばするんですけど、チョコザップのまあそうですね、その男性美容系男性用というか、身だしなみを整えるサロンの全国展開、練り上げた事業計画を武器に虎たちの牙城へと攻め込む志願者、その実力いかほどか。開始早々議論は白熱を見せる。 SII ロキャブフランチャイズ加盟店大募集、詳しくは概要欄から。林さん、脱毛とか経験？はい、ドラゴン細井先生のところで、はい、全身麻酔で寝ながらやっていただいてます。めっちゃ痛み弱いですよ。はい、痛いんで。いかがですか、この話？近年まれに見る、はい、大変王道なすごい志願者なんじゃないんですか。うん、もう資料を見る限りちゃんとしてますし、はい、今も会社大きいんじゃないですか。年商どれくらいですか。年商今年の見込みで10億円ですよね、はい、年商10億円規模のちゃんとした方がちゃんとした資料をもとに、さらにリターンとかもちゃんと我々に配慮していただいた。そしてお金はあるけれども我々とやりたいからその方が事業を加速するんじゃないかということでご提案いただいているということがですね、なぜこんな方がインスタ241人なのかX251 人なのか、まあ、きっとそこが弱いから出られたっていうことですか。そうですね、はい、やっぱり僕らがビジネス始めた時に、うん、なるべく俗人化しない形でやりたいと。で、僕が例えば有名で集客ができていたとしても、うん、じゃあ僕が抜けた後大丈夫なのかなとかが、うん、あったので、まあ、正直本当はやった方がいいと思ってるんですけど、今までちょっとできてなかったんで、今日きっかけにちょっと頑張っていきたいなと思ってます。ポーカーが忙しかったって。なるほど別にポーカーしてても顔出しできないわけじゃない僕のやってたポーカーとは違うんだよなあとなんか変わったシャツ着てますよね。あ、そうですね、リライブシャツ。うん、なんでまた、まあ、ちょっと志願者からトライになってすごい成功されてる方で尊敬してますし、着てると元気になるので着て、今日は一応スーツを持ってきたんですけど、やっぱ普段通りの方がいいかなと思って。普段もリライブシャツ着てる、はい、普段も着てます。はあ、なかなかここもいいじゃないですか。もうリライブシャツ着てる段階でもう100万円ですよ。何度もすごいじゃん。だから年商10億の会社の社長さんですよ。本当、林さんから100万円がどうしちゃったのこれ。まあそういう感じで、すごい資料もしっかりしますし、分かりやすいし、ちゃんとされた方だなという印象でございます、現時点で。はい、今回このプラン思いついたきっかけって何かあるんですか。きっかけは、まあ、僕自身が結構やっぱり美容の会社にいるんで、一応きれいにしようというかやってるんですけど、やっぱりこう例えば脱毛するにしてもホワイトニングするにしても調べるのが面倒くさかったりとか、美容デイみたいなの作ったりするんですけど、予約もそれぞれしなきゃいけないし、移動もしなきゃいけないし、ちょっと間が空いちゃうとその間暇だしとかっていうところがあったので、まあ、自分が欲しいサロンがなかったので作ろうと思いました。いや、そうですよね。僕もちょいちょいそういうの行くんですけど、やっぱ面倒くさいんで一気に終わらせたいなっていうのがあったんで、すごいいいなとは思うんですけど。株式会社お客様皆様おかげさま代表島田貴文、通称しまやん。学歴なし人脈なし借金を抱えながらの開業で、今や国内外問わずラーメン界を圧倒。全国フランチャイズ、店舗プロデュースなど人の役に立つラーメン屋として快進撃。ラーメン屋経営 YouTuber しまやん、志願者の味をどう引き出す。すごいいいなとは思うんですけど、ただ、まあ、チョコザップとかも最近そういうのを取り入れてるじゃないですか、はい。まあ、そこはもし真似してきた時にとか、そういった場合はどうするかとかってなんかあるんですか。真似というかもうすでに始まってますよ。はい、脱毛も、はい、ホワイトニングも、でまた新しい違う機会の商談も私とかさせてもらってるんですけど、御社のビジネスモデルはチョコザップが先に多分資金力を使ってやってくると思いますよ。はい、その点に関しましては一応おっしゃる通りすでにやられてるんですけど、まず脱毛に関してはセルフなのであんまりこう高い出力でできないっていうところと、顔と VIO の脱毛は一応禁止されてるので、まあ、そこはできないっていうところと、まあ、ちょっとやっぱり僕もそこは気になってたところだったので、実際こう出力系みたいなのがあるのでそれを持ってって調査したんですけど、大体1からレベル5まであるんですけど、レベル5のマックスで僕らの機械っていうと8段階ある中のレベル3と同じぐらいだったんですよ。そうするとあんまりこうやっぱり効果っていうところは出ないわけではないんですけど、出づらいのかなというところで。それはチョコザップさんの話。チョコザップさんの話です。はい。っていうところ。あれですよ。今回は友人ですよね。人がいて全部やってくれるんですよね。セルフじゃなくて人が。1時間で終わるんですか。1時間で終わらせます。どういう体制なんですか。もうこういう寝て、はい、鼻に突っ込まれて、そうですね。爪もやって、全部やるんですか。1時間。全部やります。全部やるんですか。はい。1時間です。どれか一つではなくてですよね。全部を。なので僕がそこが笑っちゃって何必要なんですか。いやですね、例えばなんですけどホワイトニングされてた方がいると分かるんですけど、ライト当ててる際って結構暇なんですよ。暇ですね、はい、10分15分ぐらいなんですけど、その間に眉毛のワックスでスタイリングをして、で脱毛をやって、その後フェイスパックでこうクールダウンというか冷やすんですけど、その間にネイルやってみたいな形でこう同時並行で効率的に、スタッフは1人で1時間で終わるんですね。いけます本当に。広告うざ。早く続き見せろよ。いいところだったのに。けます本当に。いけます。もう検証済みで。だってこうホワイトニングの時って加えてずっと照射されるわけでしょ。その間脱毛できませんよね。あ、その間に眉毛やる感じです。眉毛をやって。はい。で。でその後に鼻毛のワックスで鼻毛を抜いて、はい、で髭脱毛やって、はい、まあ手の小指の脱毛タイミング一緒にやって、でフェイスパックで冷やしてる間にネイルをやるっていう。ネイルの時間何分ですか？大体まあでも10分とかぐらいで終わらせます。すごっ早いですね。なんで谷本さんの男ネイルさん、はい、提携されてるじゃないですか、はい、とよりはちょっとクオリティやっぱり落ちるというか。そうですね、男ネイルの梅田店は私が、まあ、事業を承継させてもらってやらせてもらってるけど、施術やっぱ1時間ぐらいかかるんですよ、はい、男性ネイルに。それだけで、はい。なのですごいこだわりがある方とか、眉毛とかもうハリウッドブローリフトみたいなそこまでやらないんですけど、ある程度こう自分でこう剃ったり抜いたりしてるよっていう方はワックスでやった方がやっぱりこうなんか綺麗になりますし、脱毛とホワイトニングはかなりいいんです。かなりいいって言ったらあれですけど、ネイルとか眉毛に関しては最低限というか必要最低限のレベルでやっていくっていう形になります。そう、1人に対して1人でやられるんですよね、はい、スタッフさん。1日にどれぐらい回せるんですか？大体、うちが10時間ぐらいの営業なので、1席で大体10人。うん、10万円。はい。大体でも客単価というか、顧客単価は大体1万5,000円ぐらいだと思ってるので。はい。なるほど。あ、なるほど。さっきの1万円っておっしゃってるけど、プランがいっぱいあるんですね。そうです。3つプランがありまして、なんか一番安いプランだとひげが3箇所だったりとかネイルがついてないんですけど。これでもだいぶ安いんじゃないんですか？うん、安いは安い。いや本当ね、資料もちゃんとされてますし、うん、実績もね、年商10億の社長さんが出ていただいてすごいんですが、やっぱりまだこれはやってないんですよね。まだやってないです。だから10月1日からサービスがスタートするんですよね、はい、だからやっぱりそんなすごい社長さんでもやっぱ新規事業ってのはどうなるか分かんないですよね。分からないですもんね。だから絶妙なバランスが取れてるから今までの既存事業も言ってますけど、これは新規事業ですよね、はい、それをまあリスクを抑えて今までの既存店の一室でやられると、はい、まあすごいと思うんですが、どうですかね、いけると思います？はい、僕はいけると思ってまして、うん、もちろん失敗するリスクもあると思うんですけど、最低限のスモールスタートをすることでリスクを最低限抑えますし、まあ需要はあると思ってます。1件目がまずどうなるかっていうのもすごく重要だと思うんですけど、はい、それがやっぱり新宿だから流行らなかったとか、まあ、何か地域性にもよるかもしれないじゃないですか、はい、うまくいったらそれは他の店舗も変えると思うんですけど、はい、うまくいかなくても他もやってみる感じですか？いや、うまくいかなければやっぱり1店舗でどこがうまくいかなかったかっていうのを検証して改善して、でうまくいった段階でやっぱ展開していくっていう形を考えてます。なるほど、はい。そんなにお金かかんないんだったら何件かもう変えちゃった方がいい気もしますけどね。あ、そうですね、うん、最初はでも初めてなので、うん、やっぱオペレーションとかも含めて1回1店舗で始めて、ある程度やはりおっしゃる通りにその地域性とかもあると思うので、多少展開してもいいのかなと思ってます。うまくいくってなるとサブスク会員が何人ぐらいになるとうまくいったってことになるんですかね？だいたい損益分岐点でいうと210万円ぐらいになるので、それで考えると140人いけばまず黒字化するっていう。なるほどね、そこですね。どうなるかです。いや、なかなか2発目の事業って当たんなかったりするんですよね。僕も武田塾を当てたんで、大学受験当てたんで、武田塾イングリッシュってのをやったら、まあ見事そんな当たってないわけですよ。みんな知らないでしょ、そんなのやってるなんてね。だから、そうそう、脱毛で当たったら、これのより進化したサブスク超いいもの、より進化したものっつって、外したりするんですよ、これが。だからどうなるかですよね。けど令和の虎もあるしね。ちなみにこれキャンプファイヤーじゃなくてフィナンシェでもいいですか？あ、もちろん。これこだわりはない。はい。本当でちゃんとした方でね、モニターさんの声だけが変でしたね。受け答えは優秀だったね。そこだけ。引き立て役ですよね。今やられてる事業は何人ぐらい会員さんがいるんですか？会員というか。今会員はちょっとわからないんですけど、大体実績でいうと200万件以上の施術実績はある形です。そこからリピートしてる人はどれぐらいいるんですか？基本的に今のレイロールの方ではそのサブスクではなくてコース契約を最初にして、そこから1年とか2年通っていただく形になるので。なるほどなるほど。微妙に業態が違うわけじゃないですか。そうです、ちょっと違います。既存のどういう集客方法で、新規の方はどういう集客方法を考えてます？はい、基本的には今もアドアフィリエイトでの集客が結構多いんですけど、新しい集客、見出しの方でも同様にやれるかなと思ってまして、違いとしては、見出しの方はまず LINE 登録していただいて、 LINE 上で体験まで予約していただいて、で来店して、サブスク入っていただくっていうような形がちょっと変わる点かなと思ってます。うん、じゃあ2ステップになっちゃうから一手間が増えちゃうんですよね。そうですね。もう今の形だと、記事 LP とか LP を挟んでそこの段階でこう予約するっていうところはあんまりこう変わらないかなと思ってます。LINE でやるかサイトでやるかの違いというか、はい。メタ広告ってことですか？そうですね。インスタだったりとかメタっていう。はい。でもそれだともう競合取るとそんな大した差別化はないですもんね。どこもそんな感じじゃないですか。はい。これ料金プランの途中変更っていうのは。どのペースで可能なんですか？お客さん初めは例えばプレミアムで約2万円の会員じゃないですか、はい、でこれって主に脱毛がいっぱいついてるわけですよね、はい、で脱毛が、満足できましたと、うん、1年後に、はい、それでじゃあライトプランに変えてくださいっていうのはできるんですか？できます。もちろん言って翌月からすぐ変わるんですか？そこもまだ詳細は詰めないといけないと思ってますけど、基本的にはなるべくすぐ変えれるようにと思ってます。ってことは売り上げは最終的には下がりますよね。そうですね。脱毛効果が本当にあるんであれば、はい、脱毛オプションいらなくなるじゃないですか。はい、だから皆さんが9,980円、はい、プランになるっていうことじゃないですか。その点に関しましては、一応種類も書いてあるんですけど、脱毛を光フェイシャルに変更することもできるので、ひげがなくなった後は肌が綺麗になりたいみたいな需要もあったりすると思うので、そちらに切り替えることもできますし、いやそんなにいらないよって方は脱毛なしプランっていうのに変更していただくこともできるかなと思います。機械何台入れるんですか？これ機械は1席に脱毛とホワイトニング1台ずつ入れます。なので2席用意するとなると2台ずつっていう形です。こんな資金でできます？はい。今回1000万ですよね。はい。これぐらいのお金でできますか？そんな機械たくさん導入されて、はい、一応今回の使用用途に脱毛器の開発を入れているんですけど、今の現状の脱毛器ですとやっぱりこう前進できるようにある程度容量が高かったりとかいうマシンを使っているんですけど、新しく作るのは卓上の、要は連射をしないひげと手の甲と指だけなので連射が必要ないので、ちょっとコンパクトにして、したものを開発するので、脱毛器のコストがだいたい半分ぐらいまで抑えることができるかなと思ってます。すごいな。納得いってないです。いやもうしっかりされてるから聞くことがないんですよ。そうなんか的確にすぐ打ち返すし、聞くことがない分ワクワクもしないんですよ。はい。的確ですよね。素晴らしい。いつもビジネスプラン詰めるくせに今度完璧だったら今度ワクワクしないとか言ってどうしたらいいんだよそんなさ。完璧だったらフルフルって笑い出しちゃった。金出さない理由ばっか探して。なんだよ本当。いいじゃない、いいならどうせ尖ってくださいよ。いやいや、尖ってください。ちょっと変わってもらっていいですか？僕ですか？いやいや、被害者来たらボロクソにされるぞ。ボロボロにされるぞ。準備はできてます。順調に進むプレゼンテーション。志願者の思いに共感を示す林が札束を積む。動き始めたタイガーファンディング。続く後半戦でいかなる展開を見せるのか。これ出るとしたら融資か投資は希望がありますか？どちらでもと思ってるんですけど、やっぱり投資の方が一緒に頑張れるというか、より、グイッと入っていただけるのかなと思ってます。はい。いいよ、店舗系得意だよ、頑張っちゃうよ。でもまだ1件目ないからね、うまくいくかな、どうかな。これに10月から毎月1店舗増やしていくっていう計画なんですか？一応今そういう計画でやってます。そこもちろん資金かかってきますよね。はい、その資金は持っていらっしゃるんですか？今収支計画で書かせていただいている通り、基本的に脱毛器は既存的にあるものを使い回せるので、ホワイトニングのマシンを入れれば一応できるっていう形になってます。既存の店舗の一室をどんどん切り替えていくっていうことらしいんですよ。はい、17店舗目まではそうです。はい。なるほど。だからそんなにかかんないんですよね。なるほど。はい。今のもともとされていらっしゃった脱毛サロンのところを見出しに少し変えていくっていうところ。そうですね。一室をだから2つやるっていう形になります。併設サロンみたいな形ですよね。はい、僕はワクワクしますけどね。じゃあどうぞ。あ、行きます。じゃあ、はい。いやだから出始めて、はい、初めてのちゃんとしたレオルトなんていうか久しぶりっすよこんなちゃんとした方、はい、わかんない僕が出てない回にいたのかもしれないですけどちゃんとした計画でリターンも出てて。うんうん、受け答えも早くて、ね、企画にちゃんと、うん、ちょっとモニターの方だけが変なだけで、はい、まあちょっと改めて竹永さんから、100万円が出ました、はい、現在200万円までいっております、はいはい、引き続きどうぞ。谷本さんはちょっと首をかしげてるんですよね。僕のこの見えてる感じです。いやそれは僕がいいって思ってる時はよくないじゃん。納得いかないです。そうそうそう。気が合わないですから。そうですね。またはね、あえてやってるかもしれない。あえて。そうそうそう。いや同業者に厳しくなってしまうところもあるんです。僕も美容やってるんで、あそこの中ではい。穴を探してやろうって必死なんです今。まだね、なかなか見つかってないような。いやだってね、どっか穴があると思って、ね、穴は弾きかれたけど。餌まで用意します。僕が全部。餌役まで用意して。なるほど。あえてのね。あえてその振り幅。計算高いな。振り幅作ってますからね。余計よく見えちゃうんですよね。そうね、なんでこんな大金出してもらうのにちゃんと清掃じゃなくてスーツじゃねえんだっつってもあリライブサッカーじゃあいいもんなっつってねなるしね、はい、うまいわ準備されてるんですよ、はい、上手だわパイよパイよまたここで林さんから、もう100万円が出まして200万円が積まれました。でも会社経営ってそんなうまくいかないと僕思うんですよ。僕も15年やってきてやっぱしんどかったこともすごいあったし人に裏切られたこともあるんですけど、そういった経験とかも今までありますか？その点で言いますと、やっぱりこうコロナの時期に、初めて赤字出してしまって、まあ、商業施設に結構出店してるんですけどやっぱりこう館自体がもう閉めますみたいな形だったりとか、うんまあ、そういったところでやっぱり売り上げが落ちてしまったんですけど、まあ、去年ぐらいからも黒字に戻してそんなん皆さん普通じゃないですか。そうなんですよ。それ以外なんかそれ以外はでもやっぱり僕今ではこんな感じなんですけどもともと結構ズバズバ言うというか、結構詰めるタイプだったんですけどやっぱそれでこう人が辞めちゃうとかついてこないみたいなのが結構続いて、まあ、その時は結構辛かったなっていうのはあります。そこも改善されてると。はい、御社のミッションとかビジョンとかってどんな感じなんですか？はい、それに関しましてはコンプレックスを自信に変えてまあ、いい未来を作りたいっていうところと経営のところで言いますと目の前のお客様に全力で寄り添うっていうところを経営理念として掲げてやらせていただいてます。それは従業員全員伝わってますか？全員にはい伝えてます。ありがとうございます。島屋から200万円が出ました。完璧すぎます。現時点500万円まで達しております。完璧ですかね。株式会社 A スタイルホールディングス代表谷本義次、介護福祉事業を中心にグループ会社7社を管轄する戦略家、ビジネスウェブマーケティングの知見を武器に業界をまたぎ快進撃。ドクター H とメンスタイル谷本家を仕掛け、舞台は大阪から全国へ。人材版令和の虎主催、浪速の虎は志願者に切り込むか、熱い人情を見せるのか。完璧ですかね。僕がもしあなたの立場なら10期も経営してるんやったら必ず決算書過去のデータ分載せると思うんですよ、はい、それを載せてないのは実際利益出てないんじゃないかなって思ってるんですよ。だからビジネスを今脱毛オンリーなやつを付加サービスをつけてもがいてるだけじゃないのかな、それをかっこよく言ってるだけじゃないのかなって思うんですけどどうですか？はいこの後もしなんかちょっと長くなってしまうとっていうのがあったので決算書ももしよろしければお見せいたします。この後いつですか？用意されてる？はい、いや用意はないんですけどデータでもありますしいつでも。でもこの場で判断したいんですよ。ああ、そういうことですね。っていう場じゃないですか、はい、この1時間っていう場の中でお金が動くかどうか皆さん結構ね、まあ、出していただいてるんで軽いなと思ってます僕は。だって過去の話本当かどうか分かんないじゃないですか。いやそうなんですけどちゃんとねこの番組はよくできてて嘘だったらナッシングになるんですよ。実際10期の中で、はい、まあ1期目から10期目まで、はい、赤黒だけ教えてもらっていいですか？順番に1期目何？まあ、8もかな7期8期目が黒赤であとは黒落ちですね、はい、間違いないですか？はい大体役員報酬このくらい取っててそのまあ利益どのくらい出してるのか差し支えない範囲でどのくらい儲かってるかっていうのかなみたいな。役員報酬現状だといただいてまして、まあ、利益でいうと本当にまだ去年でいうとぐらいなので。なんか他に株主さんとか結構いらっしゃるんですか？株主は一応そこに青木とあと僕の妹と一緒に起業したのでその妹が 20% 持っていて。なるほど、はい、そんなに利益出さなくてもけど逆にその方が融資とか受けがいいからそんな利益、僕だったらそれだったらほぼほぼ役員報酬しますけどね結構会社でしっかり利益を出すタイプだった。そうですね、出したい、一時期僕もやっぱりこうお金持ちになりたいみたいなので出した時期があったんで、3000万とか出した時期があったんですけど、やっぱりあんまり使わなくて、それで、はい、だってポーカーで面白いもんね、はい、そうだよね、そうなんですよね、余計好感度上がっちゃってでも家だけはちょっとお金かかってるかもしれないです。はい、林さんと前かな、今は分かんないですけど、同じ家で。あれ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 あそこ新宿、新宿です。はい。あそこ。だからエレベーターとかで結構実は。あ、そうなの？はい。恥ずかしい。竹中さんちょっと心を打たれてるあるんじゃないですか。打たれてますね。コロナをね乗り越えてって部分も含めて。本当倒産しかけたんでコロナの時に。もうすごい気持ちわかるし。株式会社電光石火代表竹永敦。広島の味を全国へ。広島お好み焼き電光石火は北海道から福岡まで多店舗展開。広島のお好み焼き企業として年商は日本一、そして世界初お好み焼きでミシュランガイドビブグルマン獲得。その進撃、火花のごとし。情熱と幸せあふれる熱々の魂。新しい未来は僕らの手の中。もうすごい気持ちわかるし、ましてやでもこの今おっしゃってる業績だったら結構金融機関で借り入れできると思うんですけど、はい、その辺の実績聞いてもいいですか？一応今も借り入れはしている状況、僕の中では結構もう保証協会とかも入れてプロパーもあるんですけど、結構入れていただいているので、はい、差し支えなければいくら借り入れがある？大体多分トータル、はい、結構借りてますね、はい、すごいね、ありがとうございます。でけどまだ結構取っておいてます？ほとんど投資で使っちゃいました？基本的には店舗を出すために借りていることが多いので、投資に回してるんですけど、キャッシュもそこそこあると思います。あ、そうか、設備資金ってことですよね。へえ、優秀ですよね。優秀ですね。融資か投資かっていうのは虎側が選べるんですか？はい、選んでいただきたいと思ってます。なるほど。いや今融資のところの QR コードまで貼ってて、これ一人出しだけなんか融資の条件が利息が倍になるって書いてるじゃないですか。はい、これは一人出しを求めているんですか、それともたくさん虎と関わりたいんですか？両方あります。両方迷うってことですね。そうですね。そこが難しいなと思ってまして、どっちもメリットデメリットも含めて、ね、はい。でもやっぱりもう基本的にはその一人出ししていただける方にリターンを大きくしていきたいなっていう思いが。あるマジなんですね。これ今回別に多分トータル2000万でご自身でやろうと思えばできるわけじゃないですか、はい、で今回ここに出て虎と関わりたいってなってますけど、虎も別にそのお金出して口出す人もおれば、もうお金しか出さない、口は一切出さないよっていう方もいると思うんですけど、何を求めてますか？例えばですけど、林さんであればフランチャイズが得意だと思うので、僕もちょっとフランチャイズはあまりこうやってこなかったので、そこら辺の知見をお借りできたらすごく嬉しいなだったりとか、もちろん YouTube もちょっと先ほどフォロワーの件ありましたけど、頑張ってやっていきたいので、その辺も関わっていただければ嬉しいなとか思ってます。だから口を出してくれる人の方がいいってことですよね。いや、ですね、そんなに口を出してほしいわけではないんですけど、本来は詰めるタイプですからね。口を出すっていうか手伝ってほしいっていう表現じゃないですか。そうですね。はい、合ってます。100億円企業を作るって冒頭おっしゃってたと思うんですけど、何店舗できたら100億円になるんですか？はい、5000万円の店舗が200店舗あれば100億円到達するので。うち FC 店を何店舗ぐらいで直営何店舗ぐらいのイメージで考えてるんですか？そこもちょっとやってみないとわからないんですけど。半々とか、もしくはもう直営3割7割 FC ぐらい、そのペースでいくと結構かかりますよね、投資が。いや本当に数店舗に関しては確実に成功するんだろうなって思います、今の答え見ても。ただ100億円はちょっと言い過ぎかなって。そうですね、はい、目標は高くじゃないですけど、まあ確かに、はい、けどね、僕がちょっとうっかり手伝ったハートネイルさんは2年ぐらいで300件来ましたよだしね、無人スイーツですけどね、24さんもね100件200件短期間で行きましたから、フランチャイズとかを使っちゃえばワンチャンありますよ。これフランチャイズやるにあたって1店舗目じゃないですか。どれぐらい行ったらフランチャイズ展開していいよっていう林ルールみたいなのがあるんですか？発表します。はい、株式会社イヤシープ代表林直弘、学習塾で全国制覇、年商100億円超えを実現。次に仕掛けるのは極楽睡眠ヘッドスパイヤシープ。フランチャイズチャンネルでさまざまな業態を支援。積んだ金額は驚愕の2億円超え。積む軍資金とノウハウを授けるフランチャイズの王。今宵も聞けるかサービスですよ。発表します。はい、いきなりやってもいいですよ。うん、いきなりね。いやだけどそれを皆さんはちゃんとリスクを分かった上でね、一件もまだないけどそういう状態でもやりますかって言ってやってくれるっていう人がいたら OK ですよね。オーナーが納得したら、うん、だから逆に僕は新宿がうまくいくまで他をやらないっていうのがちょっと逆に一気に5件10件実験した方がうまくいく確率は高いんですよね。しかも直営だったら別にご自身のリスクなので何件か変えた方が僕はうまくいく確率が高くなるんじゃないかなと。はい、であとは逆にこの放送を見ていきなりやりたいっていう人もワンチャンいるかもしれないですね。これは独り出しもあるかもしれないね。けど別に僕出さなくたってね、フランチャイズの手伝いでそっちも具体的な話になってて、ちょっとみんながちょっとなんかんって顔になるから、それが一番いいんじゃないですか。誰か出してよ、その俺お手伝いで入るから。なるほど。このビジネスにおける一番のリスクって何ですか？ちょっと困るかもしれないなっていうのは、いろんなビジネスサービスをやるので、ビルとか商業施設によってはそのライバルなのダメみたいな、出店できないみたいなリスクは考えられるかなと思ってます。これ今新宿駅前のやつ出してるじゃないですか。はい、ここはまだ検討っていうだけですか？いや、もう借りてます。はい。もう今ちょうど一昨日ぐらいに竣工されて、今工事、内装工事、これから入るところです。で、フランチャイズをもしされる場合って、こう G はどういう加盟金払ってロイヤリティどれぐらいかかるんですか？まだ全然そこは考えてないです。はい。ざっくり初期費用でフランチャイズ加盟店さんは1000万ぐらいで始めれそうなプランですか？そうですね、はい。そのぐらいで。店舗借りて、改装して、機械入れても。はい。直営の中の一室を FC 化するのはありなんですか？ FC だと別店舗がいいですか？そこは直営でやりたいんですか？そこはやっぱり直営でやりたいと思ってます。ただ、現状、例えば、美容室さんとか、そういったところでやれるところの一室をまた同じように変えるっていうのもありだなと思ってます。現状のとこまでは、直営で入れ替えるイメージですか？はい、そこからが FC みたいなイメージですか？はい、が理想ってことですね。はい、もちろん直営も増やしていきます。それ以外にもですよね。はい、直営増やすときにやっぱ人ありきやと僕は思ってるんですけど、はい、人が育ってから出店していくべきだと思うんですけど、はい、そこの採用とか教育とかっていうところはちゃんとできてるんですか？はい、やっぱそこがすごく難しいところなんですけど、採用に関してはやっぱりこう苦戦はしてるんですけど、教育に関しては結構顧問の方とかをしっかり入れて研修行って2ヶ月ちゃんと行ってからやるので、そこに関しては自信があります。このビジネスって身だしなみを整えたい男性向けじゃないですか。はい、ただモテたい男性ですよね。うん、モテたい。はい、はい、で今聞いてるとめちゃめちゃ真剣にビジネスに取り組んでるし、あまり遊びがあるように見えないんですよ。はい、でもモテたい人ってちょっと遊び心多いじゃないですか。はい、だからそういう遊び心を多分店舗に入れていった方がいいと思うんですけど、はい、俺こんなに遊んでますぜってアピールしてもらってもいいですか？遊んできましたでもいいですけど。いやいや違うんですよ。いやモテるってすごい大事ですよ。はい。でそのモテを伝えていく店舗のオーナーが、いや俺真面目やから遊んでへんしっていうところはワクワクしないんで。ああ確かに。そうか。はい。でもこれいいの言ったら。出してくれる。そこじゃないんですね。僕は出さないです。出さへん言うてるへん。僕が起業して1年目ぐらいの時に、その当時1年2年ぐらい付き合って彼女と別れたんですけど、でなんかその時に僕の市場価値ってどうなのかなと思って、それこそマッチングアプリをやって彼女を同時に5、6人作ったりしたことはあります。それ。プラスに働きます。いやだって何言うか分かんなかったんでね。すみません。もう聞くことがそれぐらいしかしない。そう、頑張ってひねり出した結果これ。高次元の提案で場の空気を作り上げる志願者。その思いを受け止め、虎たちが次々と札束を動かす。物語は終盤戦へ。いかなる未来を引き寄せるのか。思いついたのがすごいですね。リライブシャツというシャツなんですが、バンさんから一言なんかありますか、ここまで。そうですね、なんか本当になんかもう言うところなさすぎて、もう本当的確に答えてるし、ね、で実績もちゃんとあるし、林さんが好きな高学歴でもあるのかな。いや、学歴はそんなに高くないです。そうなんですか。はい。なんか偏差値っていうか IQ は高い。高いですね。なんかもう的確に本当わかりやすくちゃんと答えてますし、谷本さんがもっと勝つのかなと思ったら思いのほうがちゃんと打ち返してたりとかね。これミラシーさんのそのサービス初めにね、はい、月1回1時間1万円でとおっしゃってたじゃないですか。これは月1回しか利用者は使えないってことですか。はい、そうです。1回だけ通っていただくと。おー、サブスクってよくなんか何回も使えるとかあるじゃないですか、はい、そうじゃないってことですね。そうじゃないです。月1回だけで、来ていただく。でも会員が集まれば集まるだけ1回利用したかったけどもそこの予約枠が埋まってて使えないってこともあり得るってことですね。はい。これは話変わってきたぞ。なので僕らのお店ではその1席あたりの会員数の上限っていうのを設けようと思ってまして、1席200人までを上限としてそれ以上になったら、会員をストップするっていうのが。席あたり200。でもね、身だしなみを整えたい男性ってサラリーマンとか部長職とかそういう方々ってやっぱり平日であれば夕方とかじゃないですか。経営者とかやったらお昼でも行けるかもしれない、はい、っていう中で、まあ、言ったらコアタイムで絶対決まってると思うんですよ。はい、そこってやっぱサブスクの弱みだと僕は思ってるんですけど、どうですか。その通りだと思います。なので予約が取れないっていう状況を避けるために会員数に上限を設けるっていうところを考えてますし、あとは結構スペースがコンパクトなので、まあ、条件に応じて席数を増やしていくっていうので対応しようと思ってます。その辺のなんかこう料金プランとかを、はい、虎が口出していってもいいんですか。例えばこう優先的に予約取れる件はもっと高いとか。あ、はい、もちろんすごい参考にさせていただきたいですし、柔軟にその辺はやっぱ平日の昼間だと安いとか、土日はちょっと高くするとか、そういうことも状況に応じてやっていくのもいいかなと思います。これってまあそのひげの生え方とかって個人差があると思うんですけど、はい、それでも月に1回のペースっていうのが一緒でもいいもんなんですか。やっぱり濃い方はなるべくその2週間に1回とか詰めて通っていただいた方が効果がやっぱり出るので、そういった方は霊老の方で通っていただくとか。ああ、なるほど、はい、そういうことか。よく脱毛サロンは2週間とか3週間に1回来てくださいねみたいなんで回数券を消化していくようなイメージですけど、ネイルって爪伸びるじゃないですか、はい、2週間に1回ぐらいした方がいいような気がするんですけど。そうですね、まあ難しくて、そこもやっぱり2週間に1回したい方はそういうお店に行っていただいて、まあ、月に1回でいいよっていうぐらいの方はうちに来ていただく。逆に爪切り月1回しかしませんっていう方います。いや、爪ぐらい自分で切ったらいいじゃないですか。ね、体型的に太ってる方とか切れなくなるんですよ、足とか。そうなんですよ。なんで僕の方向いて言ってくれるの届きますまだ届きますよねきっかけを作りたいって意味でもあるんですよね。そうですね。そういうことに意識を持つようにもっとなってくれたらなっていう思いもあるってことですよね。そうなんですよ。やっぱりこういいなとかやってみたいなと思って、はい、方がいらっしゃるんですけど、そういう方も一回受けて、あ、やっぱいいじゃんっていう。多分ネイルとかも僕やったことなかったんですけど、このサービスをやるってなってからやったらやっぱりこう気持ちも上がりますし、人からもやっぱ結構言われるようになるので、まあ、そういうのも一回体験すると良さが分かるっていうところ。女子マヤに出してもらってモニターもしてもらうみたいな。いかがですか。いやいや、これは残しとかないであ、もう行きましょうか。行きます。一人出しじゃないですよ。一人分ぐらいは。そのくらいだったら別にボードでよかったやん。別に。すごい。どういうことよ。俺全部こう。全部行くかと思ってびっくりした。すいません。竹中さんから100万円が出ました。もう現時点でそうですね。もう600万までは行っております。僕一人出します。おお。ありがとうございます。はい。僕が俺も行きたいな。今のタイミングでしたらまだ行きたい。もちろんもちろん。じゃあ行こうかな。ありがとうございます。ということで今この時点で完全オールとなりました。おめでとうございます。ありがとうございます。この段階でまず谷本さんと林さんが1000万ずつのオールを出してますので、はい、エクシードとして、お二人の中からどのようなバランスでなのかどちらかからなのかを選べるということになりますが、はい、土橋さんいかがですか。はい、本当にありがとうございました。出資いただきまして、で今回は、林さんにお願いしたいと合わないわよろしいですか。やだ、すいません。はい、即決でですね、林さんの独り出しのオールとなりました。ちょっとその理由をちゃんと教えてもらっていいですか。最初にもう言うからですよ。うるさい。もうええやん。ちょっと理由はあえていただきたいですね。ちょっとね。でもちょっと一旦まずはその林さんの方での完全オールということで、おめでとうございます。ありがとうございます。本当は聞く必要ないかもしれないんですけども、なぜ谷本さんを切られたのかをちょっとお聞かせいただけたら。いや、すみません。もう切ったというつもりは全然ないんですけど、はい、もう僕がこの令和トラ出て、まあ、誰がトラに座るかがわからないっていう状況だったんですけど、もし林さんが出ていらっしゃったら、ぜひ、もし独り出していただいたら、ぜひお願いしたいともう最初から思ってまして。はい、すみません。お願いします。なんだよ。ごめんなさい。という理由ですね。はい。もう林さん一択だったと、はい、そこまで決めてやられてたんですね。ということで、じゃあ改めてですね、皆さんおめでとうございます。それでは林さんの方から、受け取りの方、はい、行ってもらってよろしいですか。はい、100億円企業を作りましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それではもうこの時点で完全オールとなりましたので、皆さんから一言ずついただきたいと思います。1枠目の谷本さん。はい、僕は令和の虎出て約2年、初めて独り出しをしたんですよ。はい、にもかかわらず、切られたという。はい。頑張ってください。ありがとうございます。すいません。はい、じゃあ続きまして、島谷。最終判断は正しかったと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。竹中さんお願いします。いや、もう受け答えも素晴らしくて、このビジネスは確実に成功するんじゃないかと思います。頑張ってください。ありがとうございます。はい。じゃ続きまして竹内さん。はい。いや、もうこのちょっと今回の内容がすごい平坦で面白くなかったですけど、まさか最後に山場が来るとは思わなかったので、さすが持ってるなと思いました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後に林さんお願いします。はい。気の合わない谷本さんと初めて2人で。2人ともいいと思って、それで2人で同時にね、同じ金額を出して、やっと谷本さんと共同のビジネスが1個できて、500、500になって一緒に働けるのかなって思って、これだから、やっぱり谷本さんとはつくづく縁がないんだなと。そういうね、ご運ですよ、僕ら。ね、縁を感じました。まあそうですね、最後にすごいバトルが繰り広げられて楽しかったです。じゃあ最後に、土橋さん、はい、一言お願いします。はい。本日は本当にありがとうございました。出資いただいたのに本当に申し訳ございません。でも、頑張って、ビジネスをいい方向に持っていって、林さんとはもう一緒に頑張ってやって、しっかりリターンというか、設けていただきたいと思っているので、精一杯頑張ってやっていきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。はい。改めて。身だしなみを整えるサロン「みだし」の全国展開を目指す志願者。激論の結果、谷本林が独り出しを表明。林の出資を受ける形で見事完全オールを達成。確かな実績と高レベルのプレゼンテーションでタイガーファンディングの流れを作り出した。物語の行方は続報を待て。仲間とつながれる、虎とつながれる、もちろん主催ともつながれる。令和の虎ファンクラブ、入会はこちらから。